2005年のロードレース全日本選手権優勝者、野寺秀則が着用している国内選手権者、ジャージ自転車競技における国内選手権大会は、各国の国内一の選手を決する大会のことを指す。ロードレースの場合、ヨーロッパ諸国の多くでは、例年6月下旬頃、オーストラリア、ニュージーランドでは、例年1月頃に開催される。主催及び運営は、 各国の自転車競技連盟が行う。ロードレースにおいては、チャンピオンシップのカテゴリーとなり、本場であるオース州では、世界選手権自転車競技大会に次いで権威のある大会と言われる。優勝者は、各国の国旗あるいはナショナルカラーをあしらった、ナショナルチャンピオンジャージが授与され、また、各地で開催されるレースにおいて1年間、 そのジャージを着用して、レースに出場することができる。現在はおおむね、個人ロードレース、個人タイムトライアルの2種目について、男子エリート、男子23歳以下、女子のカテゴリーに分かれて競技が行われている。2017年8月9日、現在日本では、長年、プロ自転車選手という概念は、競輪選手に限定され、 プロ選手の日本一を決する大会である、全日本プロ選手権自転車競技大会も、長らく競輪選手にのみ、参加資格が与えられた。競輪選手以外の自転車選手については、必然的に、アマチュアとして扱われ、全日本アマチュア自転車競技選手権大会が、国内選手権大会となっていた。しかし、ロードレースにおいて、1987年に、 市川正俊がベルギーの日立とプロ契約を結んでプロロードレース選手になったことをきっかけに1990年に宇都宮で世界選手権が開催されることも契機となってプロ契約に転じる選手が続々と誕生するようになった背景もあり1990年代に入り全プロのロードレースについては本職であるプロロードレース選手の参加が可能となった さらに、世界選手権が1996年より、ロードレースについては、プロ、アマ種別のカテゴリーを廃止して、エリート及び、23歳以下の2カテゴリー制を導入したことに伴い、全プロ、全アマの成績優秀者を一堂に集めた、全日本自転車競技選手権大会を、1998年より、例年6月に開催するようになり、日本のナショナルチャンピオンは、 この大会の優勝者のことを指すようになった。一方、全プロのロードレースは、全日本選手権大会に吸収される形となって、2007年大会を最後に廃止され、2008年からは、ロードレースに代わって、BMX の開催が行われている。他にマウンテンバイク、シクロクロスの各種目でも行われている。2012年を最後に、 全アマは全日本選手権大会に統合され消滅。以降は全日本選手権大会が、名実ともに、日本のナショナルチャンピオンを決める大会となった。ありがとうございます。